道に迷ってもう帰れないかもなんて。そんな心細い私をリン君はずっと守ってくれた。優しいよねリン君。ますます好きになっちゃった。ちょっと期待したけど、やっぱり二人はまだまだ恋人になれたわけじゃなくて。それなのにお父さんたら大勘違い。勝手に二人は結婚することになっちゃってるんだもん。ねえリン君、あれすごく面白かったね。結婚ですって。まあお似合いだこと。いいわね。まさかな。まさかね。でもなんかずーっと見られてる気が。おいおい、あいつら。おお、結婚するんだよな。羨ましい。なんだよ。どうしたの、まゆみちゃん。どうしたもこうしたもないわよ。それでは早速。つちみさん、今の心境を一言。今回の決断に至る決め手は。はあ。ま、あとのことは任せなよ。楓ちゃんもねりねちゃんも、この俺様が引き受けるからさ。って、お前ら一体何の。今、巷で評判じゃないか。神にも悪魔にもなれる男が選んだのはズバリ神。あんたたち結婚するんでしょ。そうなの。なんでこんなことに。私とリン君が結婚。おいシア、お前まで何言ってんだよ。長ネギでしょ。それからお肉に白滝と、あれ、ようやく会えてリン様をもっともっと好きになれました。ですがそれももう、え、それでもです。私もリン様が好きです。リンちゃん、好きになるって、その人のことを好きな他の人の思いも背負うってことなんだ、きっと。やっぱり、このままじゃダメだよね。でも、どうしたら。よう。ごめんね、急にこんなとこ連れ出して。いや、俺もシアに話が。実は。私ね、リン君と結婚するときは、私こそがリン君のお嫁さんにふさわしいって、みんなに認めてほしいんだ。リンちゃんや、カエちゃんや、それから、とにかく世界中のみんなに。だけど、今の私じゃまだまだだよね。自分のことばっかで。リン君にも迷惑かけちゃった。しよう。だから私、今より
凛くんのこと好きになる。凛くんにももっともっと私のことを知ってもらって、それで凛くんが凛くんのことを好きな世界中の人の中から私を選んでくれたらね。そうだな。この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。